社民党福島水保、新年早々やらかす。社民党の福島さんが元日にツイッターにて、大増税による大軍拡ではなく平和ボケを作っていくなどと発言してしまいました。こちら、この暴言の後に再度このような投稿がなされておりますので、誤気だとは思われますが、これまでの社民党、社会党の悪行を思い出しますと、本心が 漏れてしまったようにも見えてしまいます。まあ、生活が大事だというのはわかりますが、謎者国家、ロシアに侵攻されているウクライナでは、戦争によって生活どころか全土において安全が保障されない状況に陥っております。謎者国家が行う戦争は国際法を守るお行儀の良いものでないことは、ウクライナの惨状を見ても明らかでしょう。 暴力の強化で戦争を何としても防ぎ、たとえ戦争となっても、アメリカから援軍が到着するまでは日本は耐えなければいけません。防衛研究所は、半年から1年ほど時間を稼げば、他の地域に配備されているアメリカ軍が駆けつけて、日米が有利になると説明しております。外交で戦争が防げない以上、暴力を強化するしか選択肢はございません。 社民党などのおかしな野党の皆様には現実を受け入れていただき、これ以上現実から逃避するかのような異常な主張を続けないようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。